ジョン・オーエン・ブレナンは、アメリカ合衆国の官僚、中央情報局、第23代長官、国家テロ対策センター初代センター長などを、歴任した。ニュージャージー州のオスバーゲ生まれ、1977年にフォーダム大学で政治学を学び、カイロアメリカン大学でアラビア語を学び、1980年テキサス大学で中東研究の修士課程修了。 CIA に入局する際に面接試験で嘘発見機のポリグラフを受け、ウォーターゲート事件での規制政治への反発から学生時代にアメリカ共産党のアメリカ合衆国大統領候補に投票した過去を、ノベルも CIA に採用されたことから CIA は自由を重んじる組織と見直すようになったと解雇して話題となった。 アラビア語に堪能で中東研究者としての知識を活かし、サウジアラビアなどで25年間勤務。情報分析官、リアド支局長、CIA 長官補佐官などを歴任。2004年8月にジョージ・ W ブッシュ大統領の創設した国家テロ対策センターのセンター長に就任し、2005年8月まで務めた。 2009年1月から2013年3月までバラク・オバマ政権1期目の国土安全保障テロ対策担当補佐官を務めオバマ政権で始まった無人機による標的殺害作戦ディスポジション・マトリックスを発案しまた2011年5月のウサーマ・マビン・ラーディンの殺害作戦で大きな役割を果たしたプッシュ政権時代にテロ容疑者に対する ウォーターボーディングなど過酷な尋問を擁護したと批判を浴び当初の CIA 長官及び国家情報長官の候補から外された。その後、2013年3月に CIA の長官に選ばれ、オバマ政権からドナルド・トランプ政権に交代する2017年1月まで務めた。2018年10月25日、 BBC によると、デビーはサーマンシュルツの名前を語ったパイプ爆弾の爆発物が、ヒラリー・クリントン、バラク・オバマ、CNN、ジョン・オーウェン・ブレナン CIA 長官、エリック・ホルダー司法長官、ジョージ・ソロスに送られたが爆発しなかった。10月26日に FBI は指紋からフロリダ州在住の熱烈なドナルド・トランプ支持者の56歳の 男シーザー、性欲を逮捕した。ありがとうございます。